はい、どうもエナジー福田です。今日はヘビキャロで鉛のシンカーとタングステンシンカー同じ重さだったらどれくらい飛距離の差が出るのかちょっと実験してみたいと思います。で、使用するタックルはリールがアンタレス DCMD、 ラインがフローロ14ポンドで、ロッドが20ゾディアス 172MH、 そして三つ股ヘビキャロ仕様でワームがエビシャット3インチとなってます。はい、これで実際それぞれ投げてみて飛距離の差を調べてみたいと思います。風はですね、今んとこ、まあ、ほぼなしという感じで比較にちょうどいい条件だと思います。片手は無理だな。ちょっと片手は腕力がなくて、振りかぶれなかったです。ちょっと手首つりそうでした。8g でも片手無理なんか、ちょっと厳しいかも。このブレーキ2で今どれぐらいなの、ちょっと測っておきましょうか。よし、今で60でした。ちょっとこれはダサい飛距離ですね。ダメだ、これはダメだ。ブレーキ落としましょう。なんかハヤテビトさん情報ではね、片手でできる腕力なんかな、握力、腕力、あ、腕全体の力って腕力か、全てを持ってたらいけるらしいです。はい、まず1投目。でメモリをゼロにします。はい、あ、1投目69になりました。ちょっと減った。ちょっと微風が吹いてきました。1メートルぐらいかな。この微風がちょっと計測では邪魔になりますよね。せっかくイーム風やったのに。はい、2投目。これライン吹けちゃうんで、それをどうするかちょっと迷うところですよね。ちょっとだけ横に吹けたんですよ今。両方吹けもカウントするってことでやっちゃいましょうか。そうすれば似た距離は出るでしょうっていうことで、2投目ゼロに戻して、次は69メートルでした。さっきが調子良かったんかもしれないですね。一発目がん69メートル、あ、さっきと一緒か。69メートルいきます。今回ちょっとラインが浮いちゃった気がする。ライン浮いたら脳幹にしましょうか。ちょっとライン浮いたんで脳幹。投げ方のミスってことで、再チャレンジ。これは結構差をしなった気がする。いけるか。思いっきり触れた気がする。これ徐々に飛距離上がっていくんじゃない？やってるうちに。もしかしたら。はい、ゼロにしまして。あれ？ 69。ちょ、待って。内部ブレーキ間違ってる？もしかして。あ、フロロモードでやってた。失礼失礼。XB モードでちょっとやり直します。なんだよ。なんか違う気がするな。これじゃないかも。1でいいかも。バックラッシュ線から2番で。XB モード2番でバックラッシュしないんで、1番に変えます。なんか浮いてしまう。最初にちょっとふわっと浮いてしまって、これはブレーキのせいじゃないかも。これが多分、DC ブレーキがかかりすぎるって言われてるやつかも。はい、ちょっとゼロにして。はい、これで71メートル、こっから計測します。はい、2投目。2投目は 69.3 メートル。69.3。あ、これは伸びた。75メートル。伸びました。75メートル。ちょっとライン浮いてる。少し浮いてる。あ、大きい風吹いてたんかも、もしかしたら。ここでね、10メートルぐらい上がってほしいんですけど、そんな変わってない気がする。体感。はい、ゼロにして。
あれ？やばい、1投目 68.6m。 あれ？並んだ？一緒ぐらい。マジか。あ、風かな、やっぱ風なくてもそんな変わらんとか、もしかして。2投目ちょっとラインが浮いてしまう。1個ブレーキ強めたいけど、強めたらちょっと計測おかしくなる気がするんですよね。そんな体感飛んでない。はい、ゼロにして、2投目が 68.5m。 あれ、鉛の方が伸びてる。3投目いきます。なんか飛んでる最中にキューンってこうかけてる、ブレーキかかっちゃってる。多分後で動画見てもらったらわかると思うんですけど、飛んでる最中の DC ブレーキ音が違う。鉛やったらそこでブレーキかからんけど、タングステンでかかってるような気がする。はい、ゼロにして、はい、3投目、あ、71.1m。 ってことで平均すると1投目が 68.6、 2投目が 68.5、3投目が 71.1 なんで、平均すると69ぐらいで、鉛の方が3メートル長く飛んでる気がする。ちょっとこれ後で計算しますけど。